はい、皆さんこんばんは。今宵もニコニコプロレスチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。なんかお久しぶりな気がいたします。吉野圭吾でございます。連休が終わっちゃうとかね、連休だったんですね。知りませんでした。我々はそういうあの世間の暦と無縁の世界で生きておりますので、連休であったことを今このコメント欄で初めて知りましたけれども、あとですね、さっきあの皆さんが見てたあのシャッター画面のね、ちょっともう一回出してあのね、おかしな点があるんですよ。これ新木場ファーストリングオーガスト11オーガスト96 PM オンエアって、8月11日の大会を8月9日にオンエアできるわけないやろね、というあの誤植がありましたよということだけね、あのあらかじめ言うておこうかなという、言わんかったら別にバレへんかったんやろうけどということで、はい、こういうこのフリーダムズ、デスマッチカーニバル、先月7月25日新木場ファーストリングで行われました、デスマッチカーニバル新木場の大会をお届けしてまいります。最近完売続きの、フリーダムズ、各大会でございますが、ちなみに、今週も、今週じゃない、今週ですね、8月11日先ほど誤植があったの8月11日はアンチェインナイト改め ERE ナイトとして行われますが、こちらも大会、チケット全席完売となっております。で、もうこれ冒頭で言っちゃおうかね、はい、はい、一つ発表ごとでございます。このチケット完売になりました ERE ナイト、なんとニコプロでペーパービュー生中継いたします。はい、というわけでね、チケットが手に入らなくてちょっと残念だったという方、ぜひニコプロで、リアルタイムで視聴していただけますので、ペーパービューどうぞご利用ください。さあ、そして本日、7月25日大会、中継を、共にお送りいたしますのはこの方、なにわのドブネズミこと、教祖公開間近こと吹本健二さんです。よろしくお願いします。はい、吹本健二です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。というわけで本日はこの、はい、あ、ちなみにこの T シャツに寄ってますけど、ああ、これはい、これは最近あの何でしたっけ、ドブネズミ商店、あ、そうなんですよね、オンラインショップの、はい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 、ドブネズミ商店限定カラーということでですね。あ、なるほど。はい、これはそのじゃあ通販というかオンラインショップでしか買えない、そうですね、のみで販売しております。はいはい、これはね、あのまあ某ゴーストバスターズの、そうですね、あの赤のですよね、本来はね、はい、一番売れたんですけども、私の T シャツで、はい、はいはいはい、これが、はい、今最新作ということで、最新作で、はい、激アツ商品、この夏のトレンドアイテムということでございますので、はい、はい、あのぜひぜひ、通販サイトですね、ドブネズミ商店の方も、ご利用いただきたいと思います。ありがとうございます。はい、すいません。いやいやいや、はい、というわけで今日はね、はい、このがっつり大阪人2人でお届けいたします。はい、サンテレビジョンみたいですね。いや、サンテレビは一応あの神戸の局ですけど、ね。あ、そうですね。テレビ大阪って感じ。あ、テレビ大阪テレビ大阪ぐらい。テレビ大阪はあんま阪神戦やってくれないんで。いやとしたら、まあ、MBS ですかね。毎日放送みたいな。あ、そうですね。はい、毎日放送があの ABC みたいな、はい、関西人にしか分からないあのチャンネルの。本当はね、まあまあ、サンテレビで僕は育った人間ですからね。そうですね、僕もサンテレビでしたね。はい、やはりあの、サンテレビみたいな感じで今日はお届けしていこうかなと。はい、よろしくお願いします。阪神負けたら結構黙る。そう、あの解説と実況の人、相手選手がホームランを打っても違う話をずっと続けるでおなじみのね、はい、サンテレビの感じで、はい、そう、おっさんテレビことサンテレビでございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで、まあ夏このねデスマッチシーズンでございますけれども、はい、そうですね、先日この今日お届けいたします、7月25日のデスマッチカーニバルはこの8月11日の、まあ、プロデュース権をかけて、うんうんうん、このデスイリミネーションということでしたけれども、ねはい、まあ大奮闘、はい、吹本さんでね、毎年恒例のねアンチェインナイト、そうなんですよ、ね、まあ、はい、これあんまり言うとね、今日のメインの結果がまあ俺先にもうなんかあの ERE ナイトって言ってしまったけどもほんまや言ってしまったけどもやな、そうですね、これをその興行プロデュース権をかけたメインの、はいはい、でも今までなかったですよね。なかったし、そのアンチェインになんていうんですか、こう対抗する勢力っていうのがなかったですから今までは。まあ、そうですね、はい、それもそうやし、チケットも売ってるしポスターも出来上がってるのにそんな急に書けんねやって思って、誰がゴーサイン出したのね、社長かな。これでも社長でしょうね。社長か。だってアンチェインのメンバーからしたら、いやそれはないわってなりますよ。どういうことよってなりますよ。確かにそうですよね。でチケットだってもう完売状況、そうですね、アンチェインナイトで完売してたわけですよね、はい、なのに突然あのプロデューサーが変わるっていう、変わるかもしれないっていう、オリンピックの開会式みたいな、ね、突然プロデューサーが変わって予定してたものと違うものになる。まあでもオリンピックの開会式はクレームは出ないと思いますけどもね、まあ、そうですね、はい、
はしごの外され方がすごすぎるというね。なるほど、はい、というね、そのメインもどうなってしまうんでしょうかね。本当にどうなってしまうのか、いろいろありましたね、はい、いろいろありました。はい、はい、本当に、まあ、あんまり触れない方がいいのかなという気はしますけれどもはい、去年のアンチェイナイト中継でカムイさんは、ああそうか、アンチェイナイト中継でカムイさんが出禁になってしまった。あ、そうですね、はい、はい、ということはもうあれですね、カムイさん出禁一周期ということで一周期わらわら、あれでも一応あれよ ね、どっかしらの放送でカムイさんの出禁っていうのは解除されたはずよね。前回の放送で解除されました。そうそう、確か出禁は解除されたはずなんです。そうです、そうそうそう、 なんでいやいや、一応アンケートを取ったんです。アンケートを取ったんですか。はい、アンケートを取って、今までも毎回フリーダムズの中継の時は、はい、カムイさんの出禁を解除していいかどうかっつって皆さんのお許しが出なかったんですけど。なるほど。前回はあれなんで出たんやったかな。武田さんとシングルやって、あ、そうだ、試合が良かったから、武田選手とのデスマッチシングルがあって、はい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 、それの受けが良くてようやく皆さんから出禁は解除になって、今日もやろうって解除になったのに今日解除になった。いや、じゃあ、うん、そやな。でもこれはほらね、その時の視聴者がニコプロを見てる全ての人じゃないから、はい、今日もカムイさんの試合の後には、そうですね、はい、一応出禁どうかのアンケートをね、取っていきたいなと思います。そうですね、念には念を入れてね、はい、念には念を入れて、見ていきたいなと思います。必要なことだから、はい、確かにそう、これはもう民意だから、うん、視聴者の人たちのね、月会費で運営してる番組ですから、これはもう皆さんの民意を反映したいと思います、はい、というわけで、じゃあ早速試合の方を見ていきましょうか。はい、はい、それではお届けいたしましょう。7月25日デスマッチカーニバル新木場でございます。それでは第1試合からどうぞ。前回ね、見てなかった人もいるでしょうか、ね、タッグマッチ20分一発勝負を行います。The Fred March! The Fred March is scheduled for 1-4 for the 20 minutes! Time on limit! Ah, that's it. Ah, come on in.第1試合、はい、バラモン兄弟、まあ、これはもうなんか最近のダムズとしては普通のことになってきてるじゃないですか最近、まあ、バラモン兄弟がジオンをまともに感じてしまう今日この頃という感じでございますが、そうですね、あれ、あ、そうか、三井さんは一応源さんも高岩さんも、はい、卒業した、卒業っていう表現なのかどうか分かんないですなるほど、すいませんね、私ちょっと流れについていけてないんで、はい、一応僕常に近くで見守ってた、はい、バラモン龍になった瞬間とかからね、この日も見守っててますね。この日は卒業してから初めて同じリングの上に戻ってくるんですよ。あ、なるほど、卒業生源兄ちゃんと龍兄ちゃん、卒業生で、はい、一度に返すという、うバラモンからの卒業っていうのが正しい表記なのかな。なるほど、こうなってくると、だからこれね、敵対するはずなんですけれども、これバラモン K 選手もちょっとこれ拍手でね喜んでいるという。そうですね、ジュニアのチャンピオンなんですね。そうです、要はまあ高岩さんの場合はこの UWA ジュニアのベルトを取りに行くために卒業した。なるほど、で、このベルトに挑戦するために、源太郎さんは卒業した。卒業したって、はい、なるほど、なるほど、有限法が、そうです、有限法っていうのやめてくれる本当だ、有限法、俺が仕事してるところ思いとか、その原点の人がいるからさ、占領プロジェクトとかあるからさ、なるほど、有限法、有限法、有限法っていうのやめて、有限法って天竜さんと芦原さんですよ、はい、天竜ドームですね。うわ、こうなってくるとこう劣化くんが、まあ、前まではここにリブレが入れられてるような状況が、ね、あったんですけど、まあ、リブレ多分戦力外ですね、この
今だけ牛乳ちゃん高岩さんとの絡みを希望してるわけですね。そうですね、おそらく芸兄ちゃんとの絡みはめんどくさいめんどくさい人にめんどくさがってるのもなかなか大変な人、ね、いやいやいや、まあめんどくさいというか絡むとややこしいことが起きるから。なるほど。これね、本当はダメなんですよね、まあ、この後僕もちょっと注意するんですけどね。何ですか、これね、そう、ゴングが鳴ってから対戦相手と一回も触れずにコーナーに戻ってタッチするというのはダメなんですよ。あ、なるほど、そういうルールがあります。あのプロレス本当タッグマッチの場合は一回何かしら攻防しなきゃいけないんですよ。あ、ピッチャーが投げなくてピッチャーパターン、そうそれと一緒です、それと一緒です。なるほど、はい、サンテレビに寄ってきましたね。あれ誰やまああれですかね、湯浅さん、湯浅アナウンサーと中西清子阪神タイガースの日本一の時の最後に。そうですね、湯浅ありがとうございます。おー、そう言ってるうちに、いやでもあれですね、レッカー選手はいい体してますね。体はね、だいぶ昔から本当カリカリだったんですけど、ね、もう10年ぐらい前ですけどね。足も長いし、スタイルもいいですね。そうなんですよ、うん、これはね、まあ、まあ、彼らからしたらね、やっぱ高岩さんなんかまあ特別なジュニアでしょうからね。そうですね、当たりたいという気持ちもあるでしょうし、うん、まあ、どこまで通用するのかね、僕もちょっとこう見守ってみようと、はい、いうことで、まあもうね、まあ、トプレーですし、まあ、バラモン枠ですから、はい、はい、思いがけずちゃんと始まりますね、まあ、ちゃんと始まるでしょ。いやいや、UWA チャンピオンですから、ね、いやいやいや、バラモンさんがいたから、いや、バラモンさんがいても、まあ、一応劣化につないでるんで。なるほど、はい、ちゃんとしてますね、はい、うるさいですね、周りが。まあ基本そういうもんでしょ、バラモン絡み。特に一応パートナーとしてはね、レッカー K 組ですけれども、その下にウィズ・シュー選手もいます。あ、そうですね、はい、今日で揃ってますんで。なんで龍兄ちゃんは応援してるんですか、この人たち。やっぱ頑張ってほしいんですよ、ね、頑張ってほしいんですか。血がつながってるし、やっぱ誕生日も一緒ですからね。血がつながってないはずなんですか。おっと、やっぱり我慢できなかったみたいですね。なるほど。おお、すごいやる気満々だね。まあでもそれだけね、やっぱりこう高岩さんとみんなやりたいわけですよ。あ、ここで芸人ちゃんに繋がりましたね。変なの出てきたって言われましたね。変なの、確かに変なの出てきた。笑ってる。みんなヘラヘラしてますよ、なんか。大丈夫ですか、急に。いや、大体通常運転ですよ。ああ、ちょっと。急に顎で始めましたね、これ。顎が。なんか、闘魂感出てきましたね。杉浦の言うところのゲントニオ。ゲントニオが出てきますからね。ゲントキノ。この後ね、ちょっとすげえ問題映像が映るんですよ。マジですか、これ、大丈夫なの。これマスクが取れるじゃないですか。はい。これね、相手が外したマスクを、ね、つけるっていう、この、現在のこの、なんて言うんでしょう、これあかんやつですよ、ね。あかんやつですね。ああ、しかも鼻マスク、ああ取ってしまった、汚い。多分まあ、こういうのがあったからあんまり絡みたくなかったんでしょうね、なるほど、選手もね。なるほど。今のはね、僕久しぶりにリング上で引きました。選手がえぐい怪我するよりも、引きましたね。ドン引きしましたね。コンプライアンス的にどうなんの、アウトだと思います、あれは、はい、なるほど、ごめんなさい。年に数回見る源さんの気候で本当に客席がちょっと引くっていう空気を久しぶりに感じて気候って、はい、名古屋で無駄な大出血して、会場掃除用のモップで顔を拭いた時ぐらいのドン引きでしたね。
激しいですね、はい、そんな打ち合い必要だったのかっていう。さあそしてこれ走り込んで、あっとこの源太郎さんに対してこの場外から試合権利のない人間があの止まれのボードで行くっていう、本来なら反則でブーイングが起こるべきムーブなのに、お客席から温かい拍手、そしてスーツケースが今膝に当たりました。強烈に当たりましたね。あれまあまあ腫れますよ、ね、あかあか、あ入ってきてます、あ雑に、そんな雑い雑いスーツケース、俺本当に見てなかったから見てください、見てください、見てください。高山さんがね、なんかずっとね、なんかニヤニヤしてたんですよ。ニヤニヤしてた。本当にね、ちょっとニヤニヤしてたんですよ、コーナーで。ニヤニヤしてた。はい、せーの、なんかそう、あのね、高山さんがずっとね、なんかあの、チンチン、チンチン、あれほら、チンチンって言ってたんですよ。チンチン今、変な声出ましたね。あずっとね、高山さんがチンチン。チンチンだ、ほら、本当だ、ずっとチン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 。さあこれは、おお、なんだ、おお、さあここは2人まとめてコンプリートショットですね。さあちょっと状況がまともになってほしいので、そうですね、高岩さんにつなぐっていうのが正しいですね。さあここからチンチンって言ってた人が突然怖い潮流に戻りましたね。強烈なラリアットから、さあこれ怖いですよ、これはまともなんですか、まともなんでしょうかね。さっきまであんま高橋さんまともじゃなかった、まともじゃなかったね、急にまともなふりをしたっていうか。さあこのダイビングエルボードロップ強烈、うん、これはちょっと初めて当たる人間ならこれで終わるっていうこともあり得る技ですからね、よく返しましたけど。さあよく返しましたが、さあ相手はジュニアの超一流、さあこれよく上げた、よく上げました。さあバックドロップでセットしてからの、あデスバレー、あこういうこと言っちゃうとね、あの上がらないですよね。なるほど、ちょっとねでっかこういうところがありますからね。うわ逆にそんなことを言うとこれを食らってしまうわけですね。強烈な世界のデスバレーですよ。ケイさん、ケイさん、まあ、まあ、認めてますね、また。そうですね。ああ、またもや当たれず。またもやややこしい。さあ、ややこしいですね。ナックルからの。さあ、殺人パンチ予告しての。おお、さあ、バックブリか、ネックブリか。なんかよくわかんない馬が、うわー、あーっとこのパウダーからの、さあそしてこのジャックナイフ、触られた、触られただけでもう興奮しますね。アイドルみたいな扱いされてるんですね。あー源さんピンチ、源さんピンチ、あーしかしこれは誤爆、誤爆からの何何、さあマスカラス、マスカラス、おお、さあそしてそのまま抑え込むという、うおお、これはちょっとマスカラスもやってなかった、そうですね、あのミルマスカラスの
2人まとめてホイップの何ですか改良版、そうね、流れるような、ただあんなに気候をやっておきながら、あの気候に溢れておきながら最後だけすごく出るのやめていただきたいですね。ちゃんとちゃんとしました、ね、はい、最後ぐらいはちゃんとちゃんと、うん、あ、顔を白いのがつきましたね。それ業務用アヘンですね。業務用アヘンが、はい、聞いたから払ってもらって、ね、そうですね。さあというわけで、第1試合、一部コンプライアンス的にアウトなところもありましたが源太郎選手の勝利ということで、うん、いやあれはやばかった本当に。この試合は8月のベストバウト賞の候補だな。マジで8月のベストバウト賞の候補だなって、まだ9日しか経ってないけど。負けちゃったじゃないか。お前ばっかいい思いしてんじゃねえかな。いやあれリュウリーちゃん触ってないよ。触られたけど、触られたけどガンって、何にもやってないよ。僕もまだまだ全然足りてないですよ。十分やったじゃねえかよ。まだまだもっともっとやりたいですよ。うるせえ、お前日本はお前台湾パイナップルいっぱい買ってやっただろ。おいしいでしょ。おいしいよ。あれ芯まで食えんならそうやるんじゃねえんだよ。違うんだよ。違うの。俺たちはリュウ兄ちゃんと戦いたいの。あのバラモンお兄ちゃんたちと戦いたいの。なんならケン兄ちゃんはいらないの。でも嘘嘘ケンさん、俺たちはもう一回この仲の良かった4人で試合をしたいんだ。そうだよ。なんなら俺いつもミスだからね。そうだよ、対戦しろよ龍兄ちゃん。やってよ。それは対戦希望。いいかな。ちょっと考えた。考えるんだ。僕はもっともっと高木さんと試合したいです。またはい、2対1を試合したいです。おい待てよ。それは頭の中に入れとくわ。やったやった。僕たちは頭の中には、はい、まだ入った。あ、まだバラモンに戻るには程遠いみたいですね。なるほど。台湾一歩リードで、台湾一歩リードで、よっそワクチン送らなきゃよかったぜ。ちょっとやめてやめて、ややこしくないから。お兄ちゃんやめよう。やめよう。バトル大会はやめよう。だったら僕は金玉が1個しかないんだ。1個しかないんだ。あとね、あ、おい、もう1個、余計なこと言うんだ。お兄ちゃんロリコンなんだ。うるせえバカ野郎。ロリコンなんだ。これはちょっと新たな。お前ゲッタロー、ゲン兄ちゃんもなんか、そこへ、お前今日はいろいろ言ったからな。お兄ちゃんの頭の中に僕たちのことが残ったことだろう。今日はこれぐらいで勘弁しといてやる。おお、思いきやがれ。なかなか、あの、いや、これもね、あの、うまくまとめましたよ、ね。そうですね、大変ですね。あのままだと多分本当にまとまらない空気になってましたから。ホリコンのカミングアウトによって、何かもう、あの、だいぶ一旦身を切りましたよね。そうですね。さあ、というわけで、第一試合でドン引きしたり、笑い転げたりと、大変な空気でございましたが。そうですね。はい。うん、さあ続きまして第2試合、この辺りからまあね、フレッシュにというか、なるほど、いい戦いを見ていきましょう。さあまず出てまいりましたが、最近まあよくタッグでね、各方面でも動いてます。そうですね、はい、ですね、なかなかいいですね、これ、はい、そこでね、佐藤選手もまあノアでもまあ大活躍といいますかね、もうついに GHC タイトルに。そうですね、広島の大会で、ね、ビッグマッチでね、はい、おめでとうございます。そうです、うん、ついに GHC タイトルホルダーがフリアムから出ましたね。ね、そしてこの人、いやいや、急にめっちゃ予想そうしない。いやドラゴンディブレ選手と、はい、おーしゃーのーそしてラモトのトーシャンジョー、うん、何の運ですか今の、うん、相変わらずこの素晴らしい馬券ですね。いや、まだ馬券してないですけどね。まだしてないですけどね。ああ、いい馬券だわ。ただね、あの第1回馬券選手権では失格になった。そうですね、すげえカットされましたね。はい、長かったんですかね。あの馬券選手権の時も長すぎて失格になりました。なるほど。ためすぎて。
すると、あの唯一全参加選手の中で唯一の予選落ちでしたから、ね、うん、うん、なんかそのなんか昔のな KYK の CM みたいな K 関西の人しか知らないですよ今日はちょいちょいの関西の人しか分からへんものを掘り込んでいくとんかつとんかつ KYK いやいやいややっぱ分かっていただきましたね。分かりますわ。もちろんもちろん。とんかつの KYK ですね。おお。あら、これ殿が。殿が。この、まあ、いわば進む選手の土俵で戦ってるという感じですね。そうですね。グランド中心。ちゃんとしますね。ちゃんと。ちょっと今日はなんか、うん、なんか、よからぬ社長みたいな空気を出さず。いやいやいや、そうですね。最近ちょっとふざけてましたからね。確かにふざけてましたね。ふざけてましたよ。各方面でふざけてる。しっかりしてますね、まあ。基本に忠実ヘッドロック。そうだね。40何歳ですか、ね、?7 ぐらいですか。6か7かってことですね。そうですね。僕で4つ。でもコンディションの作りは素晴らしいですね。まあね、やっぱり言ってもまあ第一線を退いてるわけじゃないですからね。そうですね、はい、うん、まあそのね、進む選手の上に立ってる立場からすれば、まあここでちょっと引けを見せたりっていうわけにもいかないでしょうからね、はい、うん、さあリブレなんか言ってましたね、ボソボソ言ってましたね、はい、ちょっと聞き取りはしなかったですけど、うん、完全に裸デバネズミっていうね、印象がついてますね。何ですか裸デバネズミって。一回あの仙台の時にバラモン K 選手にこいつマスク取ったら裸デバネズミみたいな顔してんだってあの暴露されてました、ね、裸デバネズミはそういうネズミがおるんですか。います、はい、まあ、ネズミの後輩として。あ、ちょっと調べます。裸デバネズミ。まあまあひどいですけど、まあ、名前がひどいですけど、ね、名前がもう悪口です、ね。まあ、ドブネズミも大概ひどいですけど、ね、まだドブネズミの方が可愛いと思いますけどね。あ、えぐいですね。はい。きついな。早速調べられてる。白いし。はい、リブレも白いですからね。まあ、白いです。さあ、こちらもグランドで、うん、まあ、言っても健吾も実力はありますから。いやいやいや、でもありとあらゆるところで戦ってきてますからね。ああ、でもこれ完全に健吾は余裕しゃくしゃくというかうん、お、これもあれなんですよね。なんかあのもうちょっとグラウンド引っ張ってグラウンドで対抗していってもよかったのかなって気がしますよね。そうですね。なんか自らこうグラウンドを嫌がっていったエルボーに見えますもんね。これはちょっとかなわないなという感じで、はい、しかもこうしかも打ちに行って行かれてるっていうね。さあ、これは簡単に。そう、あのもうレスリングを嫌っていった結果捕まるという、あの正直よくないけどよくあるパターンなんですよ。冷静に分析されてるとリブレですいや、あの冷静に分析する場面でもありますからね。さあ、これはシャツをごめん、何を甘えてんだと。こういうのはね、試合の組み立てっていうのがありますからね。そうなんですよ、うん、そのチョイスというかね、まあそこでカバーを入れるとか、あのもう一発入れるとか、鈴木選手もね、打撃もサブミッションも、そうですね、もともと結構サブミッション7割8割っていうところだったんだけど、多分ノアで GH 対という戦っていくには多少打撃も対応力つけないと、ね、取れないですからね、うん。この健吾選手もオールラウンダーというかね。オールラウンダーですし、まあ言っても天竜源一郎と一騎打ちやってるんですよ。そうですね。でもできる選手なので。そうですね。だからあのまあ
打撃を堅固に自ら先に行くっていうのが一つミスチョイスなんですよね。そうです。だから今度打撃で行ったと思ったら今度また別の方で切り返されるっていう、この完全に今悪循環に陥ってますね。厳しいですね。そうですね、この青コーナーサイドのタッグワークがすごく速くなってきましたから、うん、そうですね、はい、これは完全にもて遊びに来てる。あ、そしてこれ簡単に、これを簡単に取らせてはいけないんですが、簡単に取られかけてますね。厳しい攻めですね、さあ、そしていとも簡単にハーフボストンで、これをまあね、エスケープ一辺倒じゃなくて何か返してほしいところですよね、本来ならば。まだまだ捕まる、捕まる一方の展開になっちゃいけないんですけど、これでやっぱエスケープ狙いに行っちゃうんですよね。若いながらこう何か見て、これでもやっぱね、あの若手によく言えるパターンなんですよ。なんかかけられたらとりあえず逃げちゃうっていうね。見せてほしいですね。確かにフリーエスケープですけど、それに甘えちゃうとやっぱ伸びないですよね。これでもまあ全くもう裾野選手ダメージゼロみたいな状況ですからね、今のエルボン一つにしても。さあここでこれね、まあこの場面においてもやっぱ剣吾の蹴り一発で拍手が起きてるっていう状況だったので、はい、うん、ここをねやっぱこうもうちょっとこう応援される何かを見せたいところですね。どうせ一方になってますもんね、はい。でこのちょっとお客さんが静かになってきても、剣吾別にそれでお客さんの空気を伺いながら手を緩めたりしない選手ですからね。そうですね、そんなところこびない選手ですから。これも今の一撃で変わるか、もう一発欲しかったけど、まあまあ、試合のクオリティ的に考えるとこれは妥当だったのかなという気がしますね。そうですね、ちょっと流れを変えて、はいですね、まあでもまあ次こういう時に空気作り直すのはもうプロ中のプロですからね、代表はね。はい、この辺りはもうね、さすがに、さすがですね、大人げなく大人げなく自分の空気作っていくのは大得意ですから、今のボールの仕方や、あれデビューして4ヶ月ぐらいの子に対するものですよね。ケンゴもう10年ぐらいやってるんですけどね。おお、返す。まあでもやっぱちょっとなんかね、試合の空気変わりましたよね。うん、そうですね、バキュンポジションからの、はい、付属のニュートラルのバキュンポジション、あ、バキュンポジションですよ、なるほど。今なるほど、まだ新たなフリーダムズワードを作ってしまったんですバキュンポジションからの三塁側のスタンドバキュンスタンドみたいな、そんな感じで、はい、ホームランテラスみたいな感じのいいですね。いやいや、あの多分あれなんですよね、みんなが見たがってる今のリブレの勢いってこの剣吾みたいな勢いなんですよ。だからそれを対戦相手の剣吾が存分に見せてくれてるっていう。ああ、いいですね、しっかり攻め切りますね。そうですね、ダメージを与えてからの、与えてしっかりつなげましたね、やっぱり青コーナーのタッグワークいいですね。いいですね、
さあ、でこの辺りですよね。まあ勢いに乗りに乗りまくってる進む選手が先ほどのレスリングから一変、まあ、こういうちょっと動きのあるムーブの中で代表とどう当たっていくのか、はい、お、投げっぱ、さあしっかりと、そうですね、結構食らってたけど、はい、一発で切り返しましたね。切り返しましたね。俺にやらせてくれ、俺にやらせてくれ、俺に貸せ。なるほど、そういうことだったんですね。貸せ、貸せ。さあこれが功を奏すのか。そうですね、正直今の出方って芸人が今くらい今くらいめちゃめちゃ面白いことしますからねって言いながら漫才始めると一緒ですからね。さぞかし自信がないと言えないですからね、はい、もしくは滑る実感がないやつじゃないと言えないですから。滑る覚悟はあることじゃない、ね、気づいてない可能性がありますから。全然滑ってもいいですけどね。いや、そうです、滑って美味しいって思えられないですけど、彼の場合まだそのポジションじゃないですからね。なるほど、両方の自信があるのか、ただの何も考えてないのかだけなのか。この後のフォロー、この後のフォロー、この後のフォローが特になかった。ああ、行かれた。これあの大の字ですよ。DDT。俺に行かせてくれて繋いでからちょっと大の字になるまでが早すぎますね。ちょっとなんか技じゃない何かを見せて欲しかったですね。はい。気迫の一発でもいいから。これ多分一番やるせないのは友でしょうね。そうですね。で攻めてる進む選手もなんかちょっと水差し上がってみたいな、ちょっといい感じの試合攻防になってましたからね。でね、ウィグレのコーチ役をしてるのも進む選手なんで。そうですよね。はい、まあどうかわかんないですけど。うん、まあ、あのデビューしたての時とか、まあ一時に UWA 狙うって言ってた時もね、はい、結構その練習パートナーというか、うん、ね、あのいろいろ技をこう教えたりっていうところも見てましたから。はい、その2人が今鈴木選手はどういう気持ちでね、これね、受け止めるのか。今のところこのほぼほぼ進む選手に対してダメージを与えれてないですからね、リブレは。数が多いと多ければいいってもんじゃないっていうところですかね。ちょっとなってしまいましたね。ちょっとね、はい、阪神負けてる時みたいになってしまいましたけど、すごいし、すごい変な系統をして逆転されたみたいな感じですね。まさにそうです、ね。あ、でもここから何か、まあまあ代表が入ってきましたからね。うん、はい。荒井が悪いっていうのがプロ野球用語ですか、ね、さんのことですか。なんかもうあのやるせなくなった時に、ああもう荒井が悪いっていう、またゲッツー、はい、またゲッツーっていう、スライダー引っ掛けてゲッツーっていう、これは本当にあれですね。カメラワーク素晴らしいですね。これはなぜそっち向いてやったんだっていう。カメラワークは、カメラワークは完全無視ですね。そうですね、必死なんでしょうけど。ああ、すごくカットが素晴らしい、すごいですね。いや、もう完全にあの隙を見つけまくってか、隙がありすぎましたからね、やっぱね。これはいいですね。これは一つ、うん、ここでメサイヤ、
あ、これはしかし、そんなにまさかさ、あっと、抑え込まれる。うまく流しましたね、そうですね、選手も。ああ、あの3だ。から、ああ、これもまた回数。あ、いや、これはやばい、これはやばい。結構真ん中辺で決まってますね。そうですね。高橋さんもう入れない。完全に決まってますね。完全に決まってますね。ああ、ブルーさんだ。そして真ん中に。あ、しか早いな。回った瞬間にタップしたな、今。なるほど。なるほど。なるほど。どういう感じなんですかね、これ。これちょっとネズミの先輩として見ていいですか？ネズミの先輩じゃないですまあ、これダムズとしてもね、やっぱりリブレを育てなきゃいけないというところはあると思う。そうなんですけどね、はい、なかなか、ね、言って、変わるもんじゃないというか、変わる人間じゃないので。なるほど、なるほど。そうだね、この間ラジアントでもね、自主興行。はい、DWO。もうやったようですけども。あれですね、なんとも一時期の藤波を新太郎のね出てきては、そうね、フォアボールデッドボールでランナーを、なんとも言えないような、藤波のようなこのポテンシャルがあるのか分からないですけども、なんとも言いようがないですね。まあ、いかんせんね、これがまだあのデビュー1年目とかならね、このまあ悔しがるあれで、こうなんていうか、まあまあ、お客さんにこう頑張れって言ってもらえるところもあるんですけど、やっぱいつまで悔しがってんだっていうところはね、やっぱお客さんも正直応援しててあると思いますからね。うまくいかない時もあるでしょうけども。まあ、ただね、うまくいってないことの方が多いですからね。そうですね。そう、あのすごいね、これ業界の人ですかね、167番、足攻めにこだわるならもっとこだわってくれよと、そうですね、あのいきなり足攻めでね、あのサブミッションを使うって決めれるもんじゃないですかね、それまでに、まあ、ものすごく真面目に言うと、攻撃に一貫性がないんですよね、全く。だからそれあんなところで取れるわけがないですよ、足攻めてないんだから。吸収をしていってもらわないと、はい、あの表面的すぎてプロレスが、もうなんか見てかっこいい技を取り繕っていって、なんか勝てるわけがない。相手そんな弱くないですからね。それはプロレスなんてはないですからね、はい、それはもう本当にアマチュアの考えなんですね、かっこいい技だけやってるっていうのは。という、はい、第2試合でございます、はいはい、さあここからは元気な人たちがたくさん出てきます。そうですね、はい、むちゃむちゃ元気です、ここから。あ、こいつかこいつか、これか。そしてこれいきなり杉浦に対して吸収を仕掛けていった。平田がいるのにも構わず。なるほど。あ、でも奇襲仕掛けていっても戦線離脱してますね。そうですね。さあ、というわけで、この試合はね、あの元気いっぱいですので、なるほど、有料にしていきたいと思います。あ、なるほど。ぜひね、皆さん、入会して最後までお楽しみいただきたいと思います。メインイベントはデスイリミネーションですからね。なるほど。チャラチャラしてますね。そうですね、最近の平成ですよ、平成。あ、まあリブレも平成やった。杉浦も平成です。ああ、そうやった、確かに。うおー、これ使いましたね。あれが引き出したやつですよね。はい。セカンドロープに飛び乗ってる感じ。そうなんですよ。あれ確かマモさん、そうですね、大阪、あ、違う、これ東京でもやったのか。なるほど2回ぐらい、あの大阪の時は頭から落ちたんですよ、確かに。あ、新規場です。新規場が頭か。で、大阪が足行ったやつです。あ、同じやつでやったんですか。はい。うさぎちゃんは。はい。なるほど。カピバラちゃんは。カピバラちゃん。カピバラちゃんってマンモス。マンモスちゃん。マンモスちゃんとは言えないです。
怒られるから。怒られますね。怒られる。大阪のマンモスちゃん、うん、そうさぎちゃんとカピバラちゃんはいいけど、マンモスちゃんはちょっと。ああ、何してんの。何してんの。本音が出てる。おお、ええぞ。ええぞ。ええぞ。うわ。すごいな。こうバスケットボールね、まあ確かに今ちょっとね、バスケットボール女子が頑張りましたから。そうですね。あと杉浦選手もバスケットボール選手、バスケットボール選手出身ですからね。うん、行きま、カバー行ってました。一応押さえてました。押さえてました。まあ一応なんですか、一応体固めのポジションにはなってるんで。ああ、はい。おお。いやいや。なるほど。なんで、なんでこのタイミングで平田を投げるようになったんやっていう。あの頭が悪そうですね。うわ。あの、劣化がさっき高山さんに先にデスバレーって言ったのと同じパターンですね。そうですね。この、まあ、杉浦も含め、なかなか、ごつい奴らに囲まれてますね。はい。厳しいですね。ほぼほぼ100キロ近いですよ、全員ね。うん、てか、まあ、マンモさんと杉浦はまあ100キロ超えてますもんね。うん。杉浦も多分100近いですよね。近いですね、多分。チャンピオン、チャンピオンでなって、防衛ロードを踏み出してからまた、体がね、ごつくなりましたからね。急にこいつでもベルト落としてからなんか控え室で若手感出すのやめてほしいですよ。いや、なんか僕ね、そんな気はしたんですよ。あの悪ノリが加速するだろうなと思って1年以上ね、あのチャンピオンとしていたのに、ね、ベルト落とした瞬間何やってもいいみたいな気持ちになってた。ちょっとびっくりしましたね。はい、あの上野のあれはびっくりしました、ね、そうですね、あれは本当に、はい、いやだからこの間ね、静岡行くときにバス隣で最悪でしたもんね。なるほど。うぜえ。すごい。うわいやこれすごいな。うわうわうわ。さばいてたけど映像で見たらえぐいなこれ。なるほど。なるほど。こういうあれなんですね。いや、そうです。平田もまた動けますからね。スピードありますから。スピードありますね。体格差や。体格差がやばいな。こんなんもう総合格闘技で言うたらもう何キロ級と何キロ級は出てねえ。コミッショナーが大事をくれそうですね。それでやる。全盛期スワマンみたいな。でもごめんなさい、あんまりピンとこないですけど、ね、平田二軍監督ね、カツオさんではクソボールやないか、怒ってましたね。結構前でし選手は真剣にやっとんやんっていう、ね、怒ってましたね。僕は大好きですけどね、平田さんは。おお、現チャンピオン全っていう。あとあれですもんね、こういう、まあ、後輩に対して厳しい攻めをするときに、うん、チャンピオンだと、あまり手荒なことできないじゃないですか。はい、なんかその、まあ、横綱の品格じゃないですけど、はい、今、こういうのがない状態の杉浦って最悪ですよ。立ちが悪いからしたら。立ちが悪いと思うけどね。めちゃめちゃ立ち悪いと思う。怒ってますよ。何を社長怒ってるんですか。ちょっと。ニコプロのね、引きのカメラのね、ど真ん中に来て妨害するんですよ。なるほど。分かってないんですよ。わざとなんですかね、多分。多分分かってない。分かってないんですよ。会場見てこいとか来ますよ。いや、だから俺はもうニコプロのライブ、まあ、だってほら、生配信してるんで、この大会も。うん、そうですよね。生配信のカメラでエスケープするとこ見えへんって最悪やなと思って、怒ったら、うるせえ、会場で見ろって、それに対して、ペーパービューで払ってくれてる人に対して、暴言吐きましたから。いやいや、チケット完売してるから、ね、入れられへんねんちゅう、うん、おおあんだけ打たれても、まあ、こういうとこですよね、やっぱね。うん、おお
まあ、相手の、ね、ハンドの、まあ、スナップスープレックス気味に、ちょっと行きましたけども、まあ、よく投げました。そう、何球打たれてるのに、ええ、動きですね。お、まだ、しかも入れる、入れましたね。おさあ、カピバラちゃんにマモちゃんが、あまあ、軽々いくな。うわあと、お相撲さんですね。そうですよ、お相撲さんって、お相撲さんって、両国やねん。ああ、でも。おーいやおーいやー次のミサイルキックで倒れない人ってなかなかいないですね。重たいですからね、この人。めちゃめちゃ体重乗せてきますからね、あれね。これは、これは熱い。うん。うおぉ。ゲームが。ランキングボム。すごいな、迫力がすごいですね。なんかもう当たり前のことですけど。さあ、喉は。おぉ、しかしここはうまく切り返した杉浦。肘にエルボーできましたね。エルボーとエルボーですね。なるほど。あ、いいですね。問題しましたね。さあ、これは一つ勝機を作れるか。そうですね。マンモスさん狙いのところがちょっと気になりますけど。まあ、でもね、平田からしたら、そりゃ香取から取るよりマンモスさんから取りたいですよね。そうですね。狙っていくんだったらね。そういうところですよね。やっぱ強い方から取りたいっていうのはね。うん、生意気ですね。腹立ちますね。腹立ちますね、今は。これはでも、マンモスギの連携ですね。そう、だからこれ、マンモスギの連携をマンモさんにやったってことですよね。なるほど。二人とも吹っ飛んだ。しかも、レフェリーの方に吹っ飛んだ。しかも、こいつね、なぜか俺に対して攻撃してくるんですよ。なんか俺にアリキック打ってきたんですよ。そうですね。なんなんですか、この、総合感出してきましたね。わかんないですよ。あいつ、たまにね、ああいうこと仕掛けてくるんですよ。普通に外出ていったらええのに。なんで？いや、まずね、あいつカットされて飛んでくる飛び方がなんかおかしいなと思ったんですよ。俺の方にボディアタックしてくるなって感じがしたんですけど。飛び方。おぉ、始まった。いやー、ぶつかり合い。聞けますか？お父さんが。割れてる。さあ、これをどういくのか。なんで飛ばなかったですね。まあ、多分距離作らせなかったんでしょうね、平田がね。なるほど。なかなか、相手コーナーで狙うのが珍しいですね。そうそう、マンモさん、多分誰も今セーブしてないですね。うん。おぉ、うん。まあまあ、でもそうか。おぉ、おぉ。まあ、これ相手のハンド使うのうまいですね。さっきのあの、スナップスープレックスにしても。なるほど。そうですね。まあまあ、それは自力では絶対無理ですからね。あ、スプラッシュ。いいですね。いいスプラッシュですね。非常にいいですね。さあ、カナディアン。カナディアン予告。カナディアンデストロイヤー。デストロイヤー。ああ、しかしこれは、そのままとりあえず。丸めたような形になりましたね。はい。あれ、相手、止まってる状態からカナディアンデストロイヤー、なかなかきつい状態ですね。そうですね。ああ、ね、これはいいか。いや、いや、僕も言おうと思ってました。どうしよう、どうしようですね。集中できへん。多分あれなんですね。この、みんながカトリ頑張れみたいな空気になるのがあいつは嫌なんでしょうね。そうでしょうね。おお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 お
完全に頭打ってますもんね。おお、そうですね。二つとも受け身が全然取れてない。取れてないですね。からの、こいつのジャーマン、えぐい。これもね、惜しかったんですよ。もうちょっとでね、あれ足伸ばしたらロープエスケープできるところだったんですけど。はい。はい、だから僕一回ロープ見てからカウント入れたんですよ。なるほど。近かったね。はい。でも、いいジャンプ。いやー、すごいですね。見応えありましたね。はい。うん。いや、いい試合でしたね。やっぱ見応えですね。そうですね。ものすごくボリュームのあるなんか、そうですね。いい試合でしたね。うん。いやー、香取、良かったですよ。はい。うん、まあまあ、でも言うてもこんなメンツの中ですからね。いやいやいや、素晴らしかったですね。なんかもう、なんか、何でしょう、杉浦が別に今何もしてないけど、なんか、顔が、うざいですよね。イラッとしますよね。そうですね。そうですね、レフリー、アタックしただけですけども。そうですね。まあ平田もなんか平田がなんか1対1でやろうぜって。そうです。先輩感出しますね、なんか。まあまあ、それは。先輩、先輩いないですからね。ええ。上田ズには。でもそれでいいと思いますよね。うん、今のでなんか、行かれたことに対して張り返してたら平田も、お前いつまでそんな若手やってんなって感じですけど。いやいやいや、よかったよかった。でも、そうやって平田もね、もっと自信持っていってね、ああいう時に、ね、うん、お前顔じゃねえよぐらいのね、こと言えるぐらいになってほしいなっていう。うん、なかなか、いい試合でしたね、ええ、本当に。おしっこ行ってきますね。はい。ねえ、お客さん、お次ですよね。なんとけさあ、というわけでここまでがまあ前半戦という形でさあ後半戦デスマッチに参りましょう。時間無制限一発勝負を行います。さあ、ダブルボード&プラスアルファデスマッチということでさあ行われますこの試合。問題のカムイさんがまあそうか、問題なんだ。まあ、関西だからね、こっちにいるタイミングでね、なんか出てもらっても面白いかなと思うんですけどね。さあ、まず入場してまいりましたのは、まあ、最近ね、デスマッチ先生に復帰してまいりました、正岡大輔選手。本当にまあ大怪我大怪我を乗り越えて、まあね、通常の試合にはね、もうだいぶ、まあ体も慣れてきたという感じで戻ってまいりましたが、さあ前回あたりからこのデスマッチのリングに復帰ということで、本当にまあこの正岡選手、まあ武田選手なんかもそうですけども、デスマッチがもうやりたくてやりたくて仕方がないっていうタイプの選手ですよね。はい、戻ってきました。わかりなさい。さあ、このカムイさんの試合、出禁投票2回目、まあ、2回目でもないんですけど、ね、もう何回やったかわかんないですよ、ね。はい。ただね、あの前回の武田選手の試合もそうですけど、カムイさんもこれデスマッチが続いてますからね。そうですね。それがやっぱカークラッシュのイメージが、まあでもあのね、バキバキのプリウスもまあ買い替えられてプリウスからプリウスになりましたねいいんでしょうね、ハイブリッドかね。そうですね、まあ燃費がいいんでしょうか。何の話よねお、さあまずはこの椅子を取り出した、この二人もまあデスマッチで当たるなんてなかなかなかあんまなかったですね。ないですね、ね、この二人はね、あの同じというか、まあ関西、まあ、当たることがあんまないですよね。そうですね、よくタッグを組んだりとか。そうですね、まあ、ね、あの関西
系同士というか、そうですね、タラン対大阪の関西の団体とかでもよく2人揃って出たりとかしてましたもんね。なのでこれはまたお互いちょっとまた普段と違うね、感情があるかもしれない。なるほど。さあまず狙っていくのは、さあ有刺鉄線ボードに対してはここはスライディングで回避。さあ両者ここは止まりましたが、さあ手前はこれ何ボードなんでしょうか。ちょっとねセッティングのところからが落ちてなかったね。さあしかし最初の有刺鉄線ボード被弾は正岡大輔。敵にバラすぐ失礼あの正岡選手まだ出てない、ね、ああそうなんですか。フリーダムズだけ、フリーダムズ以外でも多分出てないですね。まあフリーダムズ所属ですから、もう他出ることってなかなかないでしょう。そうですね。まあ昔なんかいろんな団体で、まあでもやっぱ関西系がね多いですからね。なるほど。さあこちらのダブルボードデスマッチ、先手を取ったのは現在まだデキンが確約されたわけではない、デキン解除されきったわけではないガンボイ選手。なるほど。エキシビジョンで1軍に呼ばれたけど、まあ、まだフルでは出てない、ね、さあ有刺鉄線食い込ませる食い込ませる、さあ早くも流血。手前のやつカンカンボードじゃないでしたっけ。あ、そうですね、空き缶ですね、はい、厳しいですね。まあまあデスマッチブランクはねだいぶ長いでしょうから、まあ、その間にもカムイさんやってますしね。そうですね、あれですね、その有刺鉄線ボード被弾でこの出血量で松岡選手相当血溜まってるんでしょうね。そうですね。デスマッチやりまくってないから、デスマッチやり始めた頃めっちゃ血出ましたからねこの子。でも松岡さん出やすい、出やすいですね、ええ、何なんですかねこの子。やっぱなんかたっぷりあるんでしょうね血がね。何ですかね、何ですかこれ。これあの画鋲を貼っつけた何かしらの固形物、うん、ブロックみたいな、ええ、プラスチック、プラスチック発泡スチロールの、さあこの体勢は、おっとこのカーキカンボードに、そしてカーキカンボード被弾はカムイ。あ、中杯のやつとかいっぱいありますね。はい、まああのアルコール系の缶は硬いですからね。なるほど、中杯のやつとかですね。これより繊維のことを受ける。お気をつけください、お気をつけください。何なんでしょうね。今出てきてるもので大分ですねって結構高いですよ、ね、うん、おー、そしてケブラだ。まあ、でもこういう技もデスマッチの中で出してくるあたりね、あのもう状態は万全に戻ってると見ていいんでしょうね。そうですね、ガゾン高橋さんが高橋さんが退避してましたね。ゆっくりね、自分の席に戻ってましたね。まだ戻りきれてないですね。はい、多分まあ、まだ戻らんといてほしいですよね、このタイミングだとね。そうですね。放送中にお客さんの名前言うのやりますよ。すいません、ちょっと、今ちょっと、終わろうと思ったんで。はい、ほら、あの、安心で言うと、わらしみたいなもんね。まあ、いえ、わらし姉妹ね。あの信じていたよ。どの球場にも絶対いる。あそしてこの画鋲ケースなんかわかんないですけど、あ、はい。結構しっかり刺さってますね。そうですね。取れないですね。ああ。まあまあ刺さってますね。ガジェットじゃないですよね。これ画鋲ですよね。画鋲だと思いますね。画鋲ってこんな刺さったっけ。そんなポンって投げていいの。お客さんに当たるから。あげるぞ。リング上にいると画鋲の1個や2個って思いますけど、普通に生きてたら嫌ですからね。うん、流血が似合うなっていうねコメントがありますけど、やっぱりなんか正岡大輔血が出ててこそみたいなところありますよね。ね、そうですね。この試合もできますけどやっぱり。いやいや、そうなんですよ。なんかやっぱりね、フリーダムズのリングにいる間はこれでこそというか、まあね、一時期やっぱデスマッチの頂点に立ってた時なんかも今までにないこのまあ。やられる時間の方が多いチャンピオンっていうね、うん、はい、あの感じでしたから、その泥臭さというか、ラダーが出てきましたね。出てきましたね。
うん、さあこのセット、ただこれハードコアに関してはカムイ選手もかなり対応性ありますから ね、 ラナーこの辺りどういう風に駆け引きしてくるかっていうラナーの使い方も非常にうまいですからね、カムイさんは。やっぱデスマッチファイターとハードコアファイターってまたちょっと違いますもんね。そうですね、うん、いかにこの起点効かせたりとかこう応用力が試されるところですが、さあここは一旦ラダーはスルーしていきます。ちょっと危なかったですね、はい、まあ、まさにね、うん、あーこういうところ、これこそがハードコアファイター、うまいっすね、うまいですね。相手がセットした椅子に対してあそこよく見ていました。一気に形勢が変わってしまう、変わりましたね。今のはでも行くでしょうね、形勢変わりますよね、うん、さあこれはやはりこのうまさ、説得力の幅、北京会場に向けて、そうですね、奮闘しているというところでしょうか。さあこの体勢はラダーの上に行くか、アラビアン、おお、うまくなった。ちょっと自虐的な、でもいいですね。あれ一歩間違えたら回るときに頭サコン行きますからね。結構ギリギリの時ありますからね。そう、仙台かどっかでもおおボス打ってましたからね。そうですね。あの地方に行くとほらロープの高さが違ったりするじゃないですか。はいはい、そうですね。であの地方のリングだとトップロープが低いところがあるんで。低いとか、あの緩いとか、ね。緩いとか低くて緩いとあの吸っちゃうんですよね、あれ。その、ね、なんかアイテムを上に乗せたりするとね、そう高さがちょっと違いますからね、うん、普段とね。いやでも今回もなかなか引き出しの多い選手ですからね。いやそうなんですよ、うん、ね、あのなんかみんなはなんかもう出禁アイコンみたいな感じで出禁は先不正の問題ですから、ね、うん、ああこういう、おお、ああ、うまくいったりしますよ。さあしかしこの辺りは打たれ強い、うおー、はい、おー、これいい試合ですね。いいですね、身体若干カム選手が押してるかっていうような状況ですね。うん、そうですね、まあその全力で来る正岡選手をこう応用力でこういなしていってるという感じですけど、身体的にそれはまた別の話なので。いやいやいや、でもやっぱ、今のところほら、説得力のある試合を見せてますからね。まあまあ、そうですね。ちょっと、稽古性の問題はまだ別に。ノンアルならっていう条件付きの解除がね。条件付き。前回もそうやったよね。ノンアルならっていう条件付き解除なんで、今。なるほど。8トン限定みたいな感じ。おぉ。これは、決めに行くでしょうか。さあ、この体勢、このポジションだと、これはスワントーン、うわー、しかし受けられた。これはちょっと自らのダメージも大きいか。さあこういうとこからですよね、この正岡大輔の怖さっていうのはね、はい、一気にこう流れを引き寄せるような、はい、溜めて溜めて溜めて一気にこう特殊技を出していくみたいなね、気持ちが素晴らしいですね。気持ちが出てます、ね、いいですね、はい、うん、あー、いいです、ドバヘッド、いいところで、おー、素晴らしい、なるほど、うわー、惜しい、あー、惜しい、厳しいですね。ああ、今のでもこれ、この表情は今のやべ、決まったって顔でしたね。そうですね。なかなか。惜しい。惜しかった。おぉ、今のは。あれなんか新技っすかね。新技っすかね。なんか。フライングメディアに見せかけて DDT みたいな形で刺していきましたよね。そうですね。おぉ、これを返した。ああ、でもこれなんか、いい時の正岡選手の顔してますね、これは。さあ、これロークラでしょうか。あ、いった、ロークラ決まったか。おぉ、決めた。なるほど。ああ、でもまあ、デスマッチでの勝利を
そうですね、久しぶりに掴んだって形で、それともなんか新しい技を出していきましたけど、まあお互いの手の内はある程度分かってるから、いつも通りやってて、そうですね、なかなか掴めないっていうところはね、はい、あるでしょうからね。神様の丸め込み技と、ね、すごかったし、その後のフライングメイヤーと、フライングメイヤー風の、だから、DDT ですよね、要は。いや、DDT ではないかもしれないですけど、あれでも明らかに差しにはいってましたよね。そうですね、頭から押してましたんで、そこのダメージもちょっと、見たことないですね。あでもなんかこれデスマッチで勝った後もなんかこの気持ちよさそうな顔してますね、うん、いいですね。それから何の動きがあるのか楽しみですね、まあ、そうですね、今度大阪でね、8月22日に大阪での大会で武田選手とまたシングルが決まってるっていうのもありますし、はい、武田選手と正岡選手のね、デスマッチといえば、あの次期挑戦者決定戦での後楽園、のあれはやばかった。俺あれは本当に正岡選手死んだと思いましたから、ね、かわいそうにちょっと欠場しましたね。そうです、あれはよく生きてたなって思う試合でした。事故続いてた時期でしたからね。時間の制限一本勝負を行います。さあ、そしていよいよです、デスイルミネーションびっくりした。ゾウさんとネズミさんとハトさん。ハトさん。おさるさん。すごい。すごいです。連れてるな。おさるさんが最後。あれでもこれあれですよね。この日、カズイさんのテーマでこれ入ってくるっていうのもなかなか久しぶりな感じですよね。これもお客さんも嬉しかったですね。うん。戦闘で入ってくれた方、ウィンディともみさんではないです。はい、どうですか、ウィンディともみさん。キックボクシングめちゃめちゃ強い。ああ、なるほど。ごめんなさい、めちゃめちゃ強いですよ。これあんまり、はい、すみません、知識がなかったもんで。確かにね、編み込みにしてますからね。なるほど。さあ、デスイルミネーションということで、まあ、はい、通常の、まあ、8人タッグマッチではなく、全滅させた方が勝ちと。あ、イルミネーションですからね。はい、イルミネーションですから、はい、で、大技トップロープもありということでございますから。はい。場外、トップロープを越して場外に落としたものは、そうです、はい。失格と。はい。ね、なるほど。前もデスイルミネーションやりましたよね。なんかちょいちょいなんかやってるイメージが。そうなんです。いや、そう、あれ、なんか数ヶ月前にやった気がするんですよ。数ヶ月、はい。っていうのも、デスイルミネーションめっちゃしんどいですよ、僕。試合時間絶対長くなるじゃないですか。長いですね。しかも人数多いんで、大変なんですよ。そうです。4、5人います、ま、うん、これがデスイルミネーション発表された時に、またやんのって思いましたね。しかもこの日ダブルヘッダーだったんで、余計しんどかったですね。ニコプロの金で高速乗って帰ってきました。チャンピオン、そう、現在この ERE ベルト独占というね、なるほど、ことですから、さあこれはね、まあまあアンチェインとしても黙ってられないでしょう。そうですね、ちょっと情けないと、まあ、言っても、まあ、アンチェインナイトがほぼ売り切れてる状態ですから、はい、でここから変える、変えるわけにはいかないですもんね、本来ね、考えるとね、そうですね、そういう企画を通す時点でどうかしてますよね。ああ、そしてこれ先手で武田正史とやり合ってるのがまた山下という、これどうですか、あのアンチェインのメンバーとしてこの山下里奈の存在感という。山ちゃんですか。山ちゃん、はい、山ちゃんは元気ですね。元気ですね。山下里奈から元気抜いたら何が残るっていうぐらいの、せめて元気であれよという元気ですね、はい、ああ、そして竹本さんの感想、元気。そうそう、あ、美味しかったですか、これ。これは美味しくないです、ね。美味しかった。硬かったですね。硬いっすよね、最近ね。硬いですね。歯割れるわ。いや、ほんま歯割れるレベルで硬いっすよ。そうですね。噛んでる時のパキパキって音がもう、おせんべいより硬いですからね、今ね。歯大丈夫ですよ。さあ、この辺りもちろん。体ね、小さいですからね。運動神経めちゃめちゃ高いですからね。そうですよね、
島さん、島さんってあなたですよ。島さん、食べ物で食べるとなるぐらいの硬さで、蛍光灯ぐらいですかね。蛍光灯食べ物じゃないですけどね。先生、蛍光灯おやつに入りますかっていうこともいないでしょ。そうですね、頭おかしい。やっぱり僕は時本さんに憧れた子供だと、おやつに蛍光灯持ってきてみんなの注文を引くんだみたいな子供が出たら大問題ですね。そうですね、食べ物で言うと蛍光灯ぐらいですかね。蛍光灯しか例えようないですよね。ハサミ持ってますね、この人。はい、よくないですね。あ、これは。あ、切り刻まれてますね。まあ、特にハサミに関してはね、皆さん、苦い思い出がありますからね。ありますね。できればね、まあ、ハサミなんて見たくもないでしょうからね。うん、チャンピオン。カンペオンですね。そうですね。私、この人はチャンピオンの時にメキシコに出るときに、あ、言ってましたね。はい、はい、取れなかったですけど。メキシコ遠征。そうか、そうか。ジャックの時でしたよね。そうですね。さよならって言って、海外留学したんで。そうそうそう。取りに行ったのが福本さんでしたね。そうですね。取れなかったですけどね。まあね、メキシコでしかもデスマッチってもちろん初の経験ですよ。そうですね、メキシコ行ったのは初めてだ。アウェイにも程がありますよね。はい、海外でやると全く何もかも勝手が違うじゃないですか。はい、まあ、そういうことね、GCW とかもそうですけど、向こう行くと また全然違いますからね。そうですね。そしてこの人、頭が硬い。来てたのって言ってからまだ来るの時間かかんないですね、あれね。そう、じゃあ時間差で来られる。これは毛根を、毛根を、毛根マッサージですか。毛根マッサージなのか破壊してるのかよくわかんないですけど、ヘッドスパみたいな感じ。いやいやですね、あんなヘッドスパ、割れた蛍光灯でザクザクされるヘッドスパ。うまい相変わらずこの2人はそうです、ね、同じ時期に大日本抜けて2人してきたのになかなか息合わないですよね。息合わないですね。息合わないこの2人がタッグチャンピオンというのもなんか腹立たしいことですけどね。息合わないのに何で変形しようとするんですかね。いかまあ車は植木なんですね。何やねん、何やねん、これは受けてる側からしたら何やねんですよ、ね、何やねんって感じ。お前が歌うんかいみたいな感じ。ちょっと捕まってますね、福本さん。福本さん、そうですね。そうですね。福本さん、あれでもアンチナイトのプロデューサーですからね。あ、プロデューサーも頑張らなきゃいけないですよね。そうですね。いや、それほどほんまにそうですね。オリンピック開会式みたいになりますから。そうですね。椅子の座面ですね。そうですね。まああれはあれで叩かれたらいたっていう感想になりますよね。さあこのまたメキシコ人はいろんなこと考えてきますよね、本当にね。ばらけないように椅子に挟むっていう、ね、そうクリップするっていうね、うん、さあそれからパッケージパイルドライバーとよ、これは吹本さんの先輩特許。パッケージ前に落とし出すんですね、多分ね、を狙ってるところですね。はい、ああしかしこれはビハインド。ああさあようやく変えますね。そうですね、変えます、ね、みんなのいるコーナーに。おー、みんな出てきましたよ。今一瞬で3人にタッチしたんですか今。いやなんか一人のはずなんですけどね、みんな出ていきましたね。行くぞ、全部でみんなで形を取ってくれるわけですね。あ、そうですね、これはもう全部吹本さんの分なわけですね。そうですね、これは吹本さんの分、これは吹本さんの分、これも吹本さんの分。素晴らしい。元気ですね。そうですね。確かに元気です。言葉の意味はよくわからないですけど、はい、お、なるほど、筋肉バスター的にいったということですね。そうですね、これはいらんですよ、ね、あ、これはアンチェイン連携、これ頼もしいですね。そうですね、みんなスプラッシュする人多いですからね。そうですね、
皆さんこれ蛍光灯がある状態でこの連続スプラッシュって嫌ですもんね、うん、受けてる側からしたら、しかもこの人こんなん持ってやるから、あああれ今藤田さん助けるつもりで上から押さえたんですけど、あれ痛いのは山下っすね。そうですね。山ちゃんそれはタコベルト取れよ、あ落とすわ、ね、でもこれちゃんとスプラッシュマウンテン、何してるスプラッシュマウンテンをチャンピオンにかけようとしてる、これあれダイナマイト関西直伝ですからね。ああそうなんです、はい、おおいいジャーマン。そうでしょおお、そうでしょ。チャンピオンこんな追い込む。いやいやいや、はい、いや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 、すごいすごいすごい。元気だな。元気。これちょっとジャック本気になった。これちょっとジャック本気になった感じがしますね。うわえぐい。いや、俺思ったんですよ。あ、ジャックスイッチ入ったと思ったんですよ、この瞬間。こんなにやったら知らんぞと思って。ほら、顔面からの。これテコンドー仕込みですからね。そうですね、テコンドーだったんですけどね。山折り、山折り、あ、入れない、助け入れない。さあそしてこれでまだ終わりではありません。これで山下里奈が退場と、あ、4対3になるわけですね、ここから。そうですそうです、まあ一歩、ERE リードという形になります。さあそして出てきました、ミキちゃん。これが2人かなんか争ってるんですよね、この。そうですね、もうね、サブのサブストーリーみたいな感じですけどね。おお、ああ、めっちゃ血出てる。これはミキちゃんに、これはミキちゃんに噛みつかれてますね。ピザっていう、ピザのやつって思い出した。ピザじゃないですけどね。あのAW でね。どうなんですか、ね、ニックゲージが。何の問題なんですか。いや、要はピザカッターで相手の額をざっくり切った直後に、あのドミノピザの CM が入ったんですよね。で、あのドミノピザが激怒したっていう、ね、ドミノが出したわけじゃないですか。じゃあ、もともとここでドミノピザの CM 入れるっていうのが決まってるわけですよ、テレビっていうのは。はい。そのタイミングでお前何十問やってくれてんねんっていうのが、ドミノピザ激怒事件。素晴らしかった。いや僕は、いや、デスマッチやってる人間からしても素晴らしいな、はい、やっぱ僕も肉ゲージ大好きなんで、はい、もうね、何度かさばいてますけど、アメリカで。さすがアメリカやん。いや、いいなと思いましたね。いや、あの肉ゲージ持ってるなと思いましたね、あれはね。残ってるっていうね、はい、いやでもドミノピザの神経はまともですよ。まあまあそうですよ。なるほどね。その件に関してまた後ほど、はい、僕もちょっと物持ちたいこと。なるほど、はい、じゃあちょっと番組後半で物持してもらいましょう、はい、さあしかしここは植木サグタの連携。さあフットあんなとこでフットスタンプからの、なんかしかしここで藤田選手がサムソンクラッチですね。あ、決まりましたね、はい、よくリンデフリー見てましたね。いや、あの一応権利はあっちにあったんで、はいはい、あの藤田さんが持ってるんで。なるほど、よく見てましたね。よく見てましたね。僕仕事ですから。偉いですね。はい、ちゃんとしてますね。15年くらいやってますからね。おぉ、うわぁ、そしてイーブンになりましたね、3対3。そうですね、今現在3対3ですね。はい。珍しく藤田さんも上脱いでますね。そうですね、ええ、あこの人 ERE になってから、もう一段階ギア上がってます、ギア上がってます。そうそう、この人やっぱりこう自分のやりたいこと、これでも今あれですね、これ武田選手あのオーバーからオーバーザトップで出てる状態なんで、これ落ちたらアウトですね。膝から一応この右左手を上げてるんで、これ武田選手にチェックが入って、今両者にチェックが入ってます。これ両方とも落ちたらアウトですからね。今狭いところでね、エプロンで、うん、
あーこれジャックよく見てたな今、フモタ抑えに行って、あーそこで藤田さんが落下。あーでもこれ2人で落とせばこれアウトですからね。あ、2対3なわけですね。そうです、現在2対3です。藤田選手がアウトになりましたので、うん、残るはこの笠井選手と時本選手、うん、いつものやつをやるんですね。でもこの2人この子に置いてもいつものやつやる、これはやっぱりあの絶対にアンチェインナイトをやるんだという表れですよね。藤田、ね、はい、と、はい、あのアンチェインの挨拶ですからね、あの、はい、いや強いこの子、あの体絞った代わりにパワー変わってないですね。武田選手でもナチュラルパワーめちゃめちゃ強いですね。総合格闘技やってる人ですからね。横須賀の喧嘩してるんですね。メキシコ人みたいですね。メキシコ人みたいですね。どういうことですか。たまに思うんですよ。弱日本人やろっていう。そうですね。これはそれはあるかもしれない。日本語上手すぎるっていうね。そうです。これあの日本対メキシコのサッカーの時ずっとスペイン語でめっちゃテンション上がってたから。メキシコ人みたいな。うん、ACI は藤本さんのシャツ買おうかなっていう、買ってくださいよ、はい、これも買っていただきましょう、うん、さあ1射そばかやろう蛍光灯とか誘いながら、そうですね、もうサトシさんから怒られそうな、そう、ね、はい、うわー、あー当たりはやっぱさすがだな、いやビオレントジャックさすがだなと思いますね。やっぱなんかやっぱ強いな、いや強いし上手いっすよね、やっぱ賢い、やっぱもうこの人もオールラウンダーですからね、はい、何でもできる、もうルチャーリブレ大事ないですけど、ね、このアンチェインの選手も横でいるもんなんですけど、この人の試合外さないですからね、絶対に、そうですね、何してんですかこの人たち、いやあこれはボケと掘りましたね、そうですね、仲悪いですからね、さあこれはジャックが危ない、これはチェック、さあビオレントジャックに対して現在これはチェック状態、助けに、あーしかしこれ誤爆で落ちた、危ない、これ植木今オーバーから落とさなくてよかったですね、そうですね、あのトップからなるほど、そうですね、失格になっちゃいますね、はい、今のでサクッと失格する可能性もありますから、なるほど、さあこれで2対2、2対3なんですか、あそうか、はい、2対2、今あのジャックがアウト、ジャックが落ちました、ね、でもこれアンジェインからしたらやっぱ相手のねチャンピオンが落ちたっていうのはでかいですね、ちょっとでかいですね、でかいけどもなかなかこの2人も今勢いがすごいから、このそう、ここはやっぱシングルっていうのがね、うん、まあ、あの目標値にありますから、この2つだけじゃなくてインタビューの勢いがすごいですね、この人なんかあの雰囲気に関してもなんかよく分かんない部分はたくさんあるんですけど、分かんないですね、いっぱいよく分かんない部分があるんですけどなんか勢いだけはすごいですからね、そうですね、うわぁ、ね、なんか対局にいる杉浦みたいな感じしますよね。そうですね。系統は系統似てますよね。似てますよね。あれこれは、あこれこれちょっと藤本さん名符出といた方が、あ違う、これはハサミじゃなくてナイフとフォーク。そうですね。あのディナーセットです、ね。ディナーセットですね。ステーキ何人前でしょう。よう切れるやつですね。よう切れるやつと、よう刺さるやつ、よう刺さるやつですね。それを。フォーク、ナイフかフォーク選択したときにフォーク選んでしまうのって大日本の系統なんですかね。そうね、小林さんがそうフォークすげえやってます、ね、小林さんも大体フォーク選ぶじゃないですか。ナイフの方が切れてダメージ与えれそうなんですけど、なぜかなフォーク選んでしまう、あの大日本血筋なんでしょうね。あーしかしこれは笠井さんもお尻に刺さった。ね、両方とも大ダメージですけどね、うん、すぐセコンド引きましたね。いやいや、あれ危ないですからね。危ないですね。結構音が舞うな、舞うのよ。よくあるな。おー、やっぱこの辺りの、そうですね、勢い。そう
こ大日本の時こんなんじゃなかったな。いやいや、ほんまになんかなんかダモズキっておかしくなっておかしくなってるっていうか、まあ良くなってるんでしょうけど、いい意味でね、おかしくなってる。どうぞどうぞ。あ、ちょくちょくこのよくわかんないあれがありますよね。しますよね、この役。さあ、あ、フォーク、ここでフォーク。ビブレ渡しましたね。はい。そうか。あーっと、これ1回転。いや、しかしこれ、葛西選手も勢いやまって、あ、これは両者チェック。これ現在2人がオーバーザトップ状態です。はい、なるほど。おお、これはデスバレーで、エプロンデスバレーですかね。はい、これ本人も危ないな。あれ勢いね、跳ねたらそのまま自分が落ちますからね。さあ、蛍光灯チェア。なるほど、そういう意味か。危ない危ない。さあ、まだ残ってます。ああ、リバースタイガー、ここでリバータイ。これも、まあ、これはまあ自分はシートダウンの形なんで、そうですね、まだ安全ですからね。ただまあケツ痛いですよね、エプロンでやると。うわ、生ズツキ、生ズツキに生ズツキ、生ズツキに生ズツキに生ズツキ。うわー、あーっと、これはこれは、うん、両者失格。なるほど。さあ、そしてリング上残りましたのは1対1、武田正史と吹本健二。吹本さん、残ってますよ。因縁の、因縁のあれですね。フロアリゾ、吹本さん、だってよく考えたら試合の序盤だいぶ捕まってましたもんね。捕まってましたね。めっちゃそうなんですよ。おー、ラリアット。さあ、これでも先手取りましたよね。取りましたね。武田選手に行く前に自分で行きましたよ。負けるわけにはいかないです、ね。いやいや、そうです。だってプロデューサーなわけですもんね。そうですね。さあ、そしてここでパッケージ。決まった。決まった。大チャンス、大チャンス。ああ、これは決まらない。決まってないんですか、これは決まってないんですよ。これで決まらないと厳しいですよ。惜しかったっすけど、惜しかったっすけど。あ、もう一発決めるとこれは勝てますよ。まあ最近ね、まだ何もアイテムのない状態でしたけど、これまあそうですね、幅でいくと、あむ、上に来ました。上に来ました。ああ、これはこれは危ない。これはこれで危ない。これはこれで危ない。いやー、しかし、しかし、うん、あ、これだね。ここですね。これいやこれこれ新決まりやめてほしいですね、ちょっと ね、 ね、ちょっと危ない、切りすぎですね。危ないの、これは。あーっと、これは大ダメージで、よく返しましたね。よく返しましたね。返しましたね。返しましたけど、ちょっと出血してますね。手首からね、ちょっとね、この大きな出血がありましたからね。すごいすごい、なんかこう電光石火の攻めですけど、いや、あれがやっぱ、あの、なんていうんですか、武田正史の怖いところですよね。もう本当に、あの、無差別大量殺人みたいな感じの、ね、なんか、はい、でまだ勝ってんのに、あれですね、ジャックはこれ、あの、ね、落とされたことに対する、ね、もうちょっとこのチームワークがちゃんとしてたら、もっと楽勝だったんじゃないかっていうね。でもどうなんでしょう、なんかこの仲悪いからこそなんか強いみたいなところあるかも分かんない。ちょっと、さっきチェックしないと、これ、あの、リングから下ろせてなかったんで。うん、そうですね。はい。あの、その、何もなしの状態で、ちょっとリングから下ろせない状況になってましたからね、この時。お前は、死ねる。安全駅、お前ら。駅、もうちょっと待ちゃよかったな。まあまあ。
まあまあ、もうそれがこの4人の4人の勢いなんですよ。言いたいことは今日はそれじゃねえんだよ。帰れ、そういうところもなんかスリーラップのところ。お前も帰れ。待て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 、俺が言ってるのはそういうことじゃないんだよ。いいですか、お客さん。今日勝ったということは8月11日の新木場大会。そうです、アンジェリーナイトが ERE ナイトになります。俺たちがプロデュースしてやるよ。生きてます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 。気持ちいいぜ。うるせえよ。気持ちよさを投げよ。お前投げ。してんだ。バカの締めでいいんだ。身内から避難方法です。俺の気持ち、俺が気持ちよくなるための締めがありますんで。オナニーじゃねえか。この中でご唱和ください。親指立ててんのがやっぱり何やる板ってのもまた安いですね。いや素晴らしい使命だ。ハハ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 非常にあれですね。志村と加藤ちゃん出てきましたね。俺この場面マジで見てなかったからめっちゃ面白かったね。ダメだこれ。納得いかないね。なるほど。でも一つだけ、お前世界一のデスマッチファイターだろ。当たり前じゃん。それは認めたいけど認めない。分かった。お前と俺で日本じゃねえ、世界に行く世界最高峰のデスマッチをやるんだよ。その上でこの俺が世界ナンバーワンに返されてやるよ。いかがだ。分かったかな。日本語でも全部分かってるからお前。分かろう、分かろう。お前もショッピンマイク変な日本語だけは覚えてるな。おっさん、な、今日の本題だ。 8.11 は ERE ナイトにこれで変更でいいよな。まあただの仲良し同士のユニットじゃねえから、これなんとかも組んでやるよ。アンチンナイトも何でもやっても飽き飽きだろうから、 ERE が新しい時代を開けて、そして 8.30 は俺がチャンピオンになって、この夏は ERE ナックルじゃ。さあというわけで、はい、まあね、プロデュース権を持っていかれてしまいました。そうですね、まあ、負けちゃいましたね。負けちゃいましたね。そしてちょっとね、はい、深手を負ってしまいましたからね。そうですね、この、この手首のアポから始まりましたけど、はい、そうですね、病院に、はい、ね、あれちょっとあ、久しぶりにやべえ傷だわ。そうですね、久しぶりに血こんな出るわと思ったよ。あのまあまあね、あの植木が、まあ、正直喋っててくれたおかげで、あの僕らのちょっと緊迫感っていうのがほぐれてくれたからよかったんですけど、はいはい、まあまあ大事に至らずというか。そうですね、まあまあ太い血管が切れてたんですけど、もうそれは僕もあの見た瞬間に思ったんで、はい、あのね、あれでまあね、処置というか、あの一通り病院に行く手はずが整うまでにずっと手上げてて、ほんまにあの右左手腐るんちゃうかなと思うぐらいずっとね冷やして手上げてましたからね。そうですね、でずっと手首押さえてましたからね、はい、のおかげでね結構止まってはいたんですけども、はいはい、あれ多分何もしてへんかったら、うん、福本さん今ここにいない可能性があるレベルでしたからね、はい、まあまあそうですね、はい、調子はどうですかということですけど。そうですね、もう罰も済みまして、はい、はいはいはい、
まあじゃあ普通に、まあ、予定通り 8.11 は、そうですね、 8.11 は問題なく出場、まあ、プロデューサーとしての仕事はなくなりましたけど、まあ、試合は組まれてるわけですからね。そうですね、それどころじゃなかったですね、まあそれどころじゃないんですけども、まあそれどころじゃないですね、お互いそれどころじゃないですよね、はい、プロデュース権が行ってしまって、まあこの間ねちょっとあのカードが発表されてましたけれども、まあなんか笠井さんはいきなり第一試合で香取の入ってみたいな、まあこういうのがね、サビちゃんね、出てたり、しかもこれあのデスマッチじゃないわけですよね。なるほど、通常ルールですね。通常ルールで、まあこれは多分だから ERE からの嫌がらせみたいな。そうですね、嫌がらせですね。だって笠井さんが第一試合で若手とシングルで通常ルールなんてなかなかないですよ、ね。まあないでしょうね、はい、10年以上ないでしょうね。ないでしょうね。さあ、そして他にもカードが発表されておりまして、あ、ここで私、はい、はい、テーブルクラッシュデスマッチ、これはまあ安全対決、テーブルクラッシュデスマッチ、あ、今知ったんですか。今、いや知ってました。あ、知ってました、よかったよかった。そういえばそうやったなと思って、はい、はい、鴨居、藤田実、吹本健二、山下里奈、あ、よかった、元気な相棒が、そうですね、元気な子ですね、はい、もう西日本州プンプン漂う、はい、これはテーブルを壊したラカチということで、まあ、よくあるテーブルクラッシュデスマッチっていうのはあのテーブルを先にこうクラッシュした方が勝ちというルールになりますが、まだちょっとね、あのルールはちょっと聞いておきます。そこまで、はい、はい、あのプロデューサーに聞いておかなきゃいけないんで、それはプロデューサーは誰なんですか。モジャコーですか。モジャコーですね。モジャコーなんですね、はい、多分モジャコーなんで聞いておきます。なるほど。でもモジャコーに聞いても どうしましょうかねって言われそうな気がするんですけど、その場合あの僕がそういうルールにします、はい、なるほど、はい、あのプロデューサーが固まってなければ僕が決めますので、はいはい、アンチェインの5人はもうここ第2試合でもう出揃ってるわけですね。そうですね、なるほど。さあ、じゃあ後半カードどうなるんでしょうか。まさかのここで嘘絶対ちゃうやろ。この間やったやん。どうしたんですか。どうしたどうしたどうした。今なんか、しかもなんでこれお前デスクトップ変態やねん。戻ってきました、ね、戻ってきました、はい、今まさかの「おい ERE 何考えてんねん」っていうカードが出てきましたよ、ね、これもちょっとびっくりしました。あんなここでやんの。えバラモンに戻りそうななんかこと言うてたのにみたいな、うん、ああこれは何なんですか。これさっきの2人からえらい増えましたよね。増えましたね。さあ、10人勝ち抜けバトルロイヤル最後の1人は公開周知 ERE 罰ゲームということで、じゃあこれはあの負け残ったらっていうかあの勝ち抜けできなかったら罰ゲームが待ってるというバトルロイヤルですね、うん、なるほど。一番弱いやつが何かされるっていうなんか ERE に何か、うん、おっとちょっと地震が起きているようでございます。はい、ちょっと地震が来ているようですので、大きく揺れている方はお気をつけください、ガラスとか、ちょっと割れ物の近くからは、離れてください、ね、あの火とか使っている方はぜひその場を消して、身の安全を第一に、構えてください。今ちょっとこちらのスタジオが揺れましたが、もし大きなところで揺れているところありましたら皆さん身の安全を第一に確保、はい、行動してください。火とかは消してください、窓ガラスとかからはね離れてくださいね。はい、大丈夫でしょうか皆さん。はい、大丈夫ですね。はい、ふざけたメンバーから急に真面目なこと言うとなんかそうですね、あの空気を戻しにくくなりますけれども、はい、揺れてますか、大丈夫ですかね。はい、あの大きく揺れてる方ちょっとね分かんないんですけども、あの大きく揺れてる方はね、あのこれ放送を見てる場合じゃないので、もし大きく揺れてる場合は、身の安全を最優先に考えてください。なんか倒れやすいものからは離れてくださいね。はい、皆さん、はい、安全を第一に過ごしてください、はい、揺れてないとない、もしかしたらこのスタジオが潰れかけてるだけなのかもしれません。はい、これこれまあまあそんなにあの新しいビルじゃないですからね、はい、いや今ねちょっとこういう照明があのグラッと来てたんで、なるほど、はい、もしかしたら照明がボロかっただけかもしれませんね。はい、失礼いたしました、じゃあ12択じゃねえわ、バトルロイヤルということ で、ね、はい、まあ、だいぶ掘り込まれた感じですね。すごい、メンバー的にはすごいな、はい、しかもここに高岩さん入れられてますから ねあのこれ ERE なんかどさくさに紛れて大変なことしてないかっていうなかなか、いやいや、まあ、他のメンバーがいいっていうわけじゃないですけど、他のメンバーまあまあまあそういうことかって思うじゃないですか、はい、これはロイヤルランブル形式じゃない感じで、だから勝ち抜けなんで取ったら抜けていけるんですよ。なるほど。だから普段のバトルロイヤルっていうのは、うん、負けたら出ていくんですけど、でも入場の時点でちょっとやばそうな感じもしますよね。そうです。だから
多分これワンフォールのルールにしないと良くないのかなって。だって、じゃあみんなでうわーってリブレにガーンって言ってスラムして全員で押さえてワンツースリーですはい終了ってなるから、あれなんて多分ワンフォールで一人のルフォールっていうのにすると思いますが、うんうん、なるほど。結構これも大変な感じですし、そうですね、はい、もうこのあたりね、バラモンの絆がどうなるのかっていうのもちょっと気になりますよね。そうですね、プロデューサーちゃんと考えてるんでしょうかね、はい、この辺はその辺は絶対考えてないと思うんですけどね、はい、さあ、はい、そんな、バトルロイヤルがありましての、さあハードコアタックマッチ、杉浦徹、おマンモスギボンバーズから久しぶりな感じがしますね、はい、さっきあんなことしときながら、はいはい、マンモスギボンバーズと正岡大輔 X というのが誰ですかね、これこれ誰の、いやほんまにほんまに知らないです。あ、ほんまに知らないですか。ほんまに知らないです、僕は。僕も知らないですけど、まあ、正岡は、はい、正岡選手のパートナーの X でこのカードっていうのがすごく気になりますよね。そうですね、正岡のお友達ってことですかね。お友達で普通の人連れてきたらと思って正岡友達おるか知らないですけど正岡選手の交友関係っていうのもちょっと謎ですからね。なんか謎ですからね鍵見つかったんですかね、なんか鍵ないわ言って、なんかまあ正岡選手よくそういうことありますよね。なんかあのディック東郷さんのキーホルダーとはやぶささんのキーホルダーついたやつ、はいはい、これなくしましたってツイッターで書いてましたけどあれ見つかったのかな、どうなんでしょうね。鍵3つぐらい、もしかしたらその鍵を見つけてくれた人かもしれない。ああ、なるほど。いやいや普通の人だろ。届いてたらいいですよね、はい、何本さん、吹本さん、吹本さんもうさっき試合してましたよね。あ、そうですね、はい、何本さんなんで、いつもライン、あ、そうか、アンチェイナイトの時って大体あの誰かが来れなくなったりするんですよね、来日できなくなる人がね、はい、あ、そうですね、はい、あのあいつキャプテンアブノーマル、あ、そうそうそう、大体現れるんですけど、うん、さあ、まあ誰なのか、まあ、この辺りはね皆さんちょっと想像を膨らませながら当日をお楽しみにという感じ。なるほど、はい、ノリっていうのはノリノリノリって言って分かるのも腹立つけど、はい、さあそれでは続きましてのカードでございます。さあ、ね、これがメインイベントです ね、はい、ERE デス 4way マッチということで、まあ ERE が 4way なわけです、だからタッグじゃないんですよね。なるほど、それぞれが、まあ4way で戦うということで、まあ正直普段から 4way みたいな状況ですからね。そうですね、あの常に争いやってるから、なんかその仲良しなところとかっていうのが一切見えないユニットの 4way っていう、まあこれはまた一つ新しい見方になるのかなという気はしますが、まああとこのね、ジャックと武田選手がこうまあやるぞと言っているところで、まあ一つまあ全勝のような流れになってくるのかなという気もしますし、そうですね、はい、そのあたり、あとまあタッグチャンピオン同士が戦うというのもまあ一つの見ものなのかなと思います、はい、ちなみに 8.11 はチケット完売と なっておりますので、はい、皆さんぜひ、ニコプロでのペイパービュー決定しております、ライブで、はい、生で見れますので、ぜひぜひこちらの方でご覧ください。さあ、そしてまあここのところね、チケット完売続きのフリーダムズではございますが、はい、久しぶりに大阪でデスマッチカーニバルが開催となります。そうですね、はい、まあこれね 8.222週間後、はい、最終、そうです、はい、再来週ですね、デスマッチカーニバル大阪デスマッチカーニバル、2021ということで8月22日の夕方5時半から、私の地元アクティブスクエア大東で、うんうんうん、開催となります。まあこの会場ね、デスマッチ制限なしの会場なので、そうですね、なかなかいろんな、小学校から、ね、もともと小学校でございまして、ね、はい、あの本当に学校の体育館なんですけれども、意外とアクセスも、うん、よくて、駅からも徒歩3分ですし、はい、野崎ですね、野崎です、はい、うん、野崎からあの大阪の京橋からね、電車で15分ぐらいですから、うん、あれ あんな線ありました、最近ですよね、学研都市線ですか、いやじゃなくて、あ、ごめん違うわ、新大阪、あ、大阪東線は最近です、ですよね、はい、学研都市線はもうめちゃめちゃ長い、あれ昔の片町線ですから、はいはい、はい、あのぜひねごめんね、学研都市線を、まあ昔からね、あの片町線ってあの葉っぱで乗れる片町線ってあの揶揄されてた、花店からあの新大阪に行くやつが、だからあれこんなんあったんやと、遠征で来られる方は実は新大阪からあの都心に出ずに花店で乗り、放出って書いて花店って呼びますからね、はい、はい、なのでそこで乗り換えて野崎、まあ、花店からだったら本当にまあ10分ぐらいですからねそうですね、バイクも入れるから山下が体育館に乗り入れたことがありましたけど、マジですか、いやあの僕の興行であの 400cc のバイクで体育館の中入場してきたっていうのはありました、何してんねん、はい、
はい、そう、あの大東市長ねバティスタの曲で入場してきますから、うん、あの、はい、あとねそうでございます、あの餃子食べてください、マルショーの餃子ほんまにうまいから、うん、はい、さあというわけでございません、こちらはねチケットまだ残りわずかでありますので、ぜひ、はい、カムイさんに連絡してくださいと、カムイさんに直であのカムイさんにというかあの K プランにね、あ、なるほど、はい、はい、チケット全然発売中、いや本当にあのね最近チケットフリーダムズ取れないっていうのがね多いですけども、そうですね、はい、もうどの大会も後楽園ですら見れないというところもありますし、うん、でこの 8.30 ももうあれもう完売仕掛けてますよね、あれ完売でしたっけ、もういやまだ残ってたよ、ありましたっけまだ、なんか、でしょうか、でもまあ余裕は絶対ないですよ、そうですね、はい、はい、まあ、実際これは決まってますし、他のカードが出たら多分売り切れてくるでしょうから、このデスマッチシングルが完売しました、すみません、完売しましたね、はい、なんか俺もそんなニュースを見た気がします、なるほど、はい、ですのでまあこれはもう選ばれた人しか見れない、そうですね、失礼いたしました、選ばれしチケット購入者しか見れないわけですけれども、はい、はい、なので本当にあのこれ僕毎回の放送で言ってますけれども、フリーダムズのチケットとりあえず発売されたら買っといた方がいい、うん、で最近新木場とかは会場選考でまずなくなってます、最近あの僕もねあの入り口で検温とかをやってるんですけど、はい、ちょっと新木場大会最近今まで見たことないぐらい会場前の時点でお客さん並んでるんですよ、うん、っていうのも皆さん先行販売を買うために、はいはい、であのフリーダムズのボバダムズというねファンサイトがあるんですけれども、はい、そちらの会員様があの優先で売店の方に入れたりしますので、皆さんぜひねこちらのファンサイトの方にも、はい、ご登録いただいて早めにチケットを、ご購入していただいた方がいいのかなと思います、はい、はい、よろしくお願いします、そう本当にね早く行かないとまずいい席は取れないです、うん、そうですね、であのどう大丈夫だろうと思ってたらもう見れなくなりますから、はい、はい、さあというわけでじゃあまずね本日の、ベストバートの方を、ああ見ていきましょうかね、どの試合が一番面白かったのかなというね、さあ、本大会のベストバートをお選びください、第1試合があのなんかごちゃごちゃしたやつ、うん、はい、で第2試合がごちゃごちゃしたやつ、はい、そんな感じで、はい、あもうあのわちゃわちゃしてましたよね、はい、あの龍源砲、はい、龍源砲対レッカーパラモン、はい、KBZ B パラモン州、はい、第2試合タッグマッチが、佐々木隆ドラゴンリブレ組対進む優也健吾組、第3試合もタッグマッチ杉浦平田組対マンモ香取組、うん、そして第4試合からデスマッチとなりましてダブルボードデスマッチ、カムイ正岡大輔、そしてメインイベントがデスイリミネーションでございました、なるほど、はい、さあこれちょっと吹本さん的に、吹本さん的に、はい、なんかこう、まあ、ご自身の試合を抜いてこれ面白かったなっていうカードありますか、いや私はとりあえず第3の香取君が、ね、はいはい、はい、元気良かったと、元気良かったですね元気の好きですね、元気の好きですねやっぱり、まあまあ若手はね若いからね、はい、まあまあああいうのをねガンガン見せてお客さんを温めていってほしいなというところは、ね、あこんな試合するんやと思ってね、うん、まああのマンモさんのサポートっていうのもだいぶでかいですけどもね、うん、はい、というわけで、まあ、はい、福本さんは、まあ、この第3試合ということでございました、うん、はい、さあそれでは皆さんご投票いただけましたでしょうか、それでは本日のベストバウトアンケート結果を見てみましょう、結果はこちら、どどん、あでもこうも過半数でメインイベント、お、はい、セミもセミもね、セミもまあなかなか良かったですね、うん、まあまあメインあんだけのメンバーが集結してるから、ね、まあそれはそうならなと、あちょっとねこれ第2試合のところがね気になるところですよね、やっぱゼロってなってしまったのが、そうですね、うん、まあ、特にこの試合なんか本来フォーカス当てられなきゃいけないのは、まあ、リブレのはずだったのにというところですから、うーん、ね、なんとも言えないですね、まあ、頑張っていただきましょう、頑張ってください、さあそしてダムズといえばアンケートもう一つ、はい、やっとくんやろ、はい、これ見んやろ、はい、じゃあ見てみましょう、一応前回はノンアルならニコプロ出演解禁という結果が出ました、まあ、今回もねセミファイナルこの 19% 獲得しまして、なるほどいい試合だったですね、まあ、いい試合でしたよ、あ面白い、ね、デスマッチでしたし、うん、こうなんかこの2人にしかできないこの関係性みたいなものっていうのも、見せてくれましたが、今回のアンケート、カムイさんニコプロできん解除どうする、さあ解禁できんノンアルならと、うん、まあ、前回はねこの3番でございましたけど、うん、どうでもいいですね、いやいやもう安定のメンバーですよどうでもいいですね、え、カムイさんの酒癖をご存知ですか、カムイさんはね、まあ、酒で酒癖は、まあ、あんま良くないんですけどね、なんか飲むペースが早い、ああ、うん、はいはいはい、でもねこのなんか出来になった回僕も一緒だったんですけど、はい、2,3 本しか飲んでないんですよねその時は、はい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 、なんでやろうね、
カメラがあって舞い上がったんですか、ね、舞い上がったのか。関西人基本あのテレビカメラ大好きじゃないですか。あ昔 の, あの夕方のね大阪駅の前からの中継映像ってこうやって映り込むやつだけでしたからね大阪人カメラ大好きなんでカメラの前でテンション上がるというあれですかね。カムイ自身の試合の解説してほしいから1と。なるほど、解除願う。なんか今日はちょっと比較的カムイさんに優しい、ね、あの視聴者層が多いんじゃないでしょうか。それでは見てみましょう。カムイさんのニコプロ出演、解除か継続かドン。あれ解禁、あらおめでとうございます。 44.4% 獲得でカムイさん解禁ということでございます。まあここね2ヶ月やっぱこのセミでのシングルっていうのが続いてましたから。なるほど、はい、いや良かったですね。これはあのカムイさんに黙っておきましょう。そうですね、どうでもいいですねどうでもいい、はい、うん、アンケート出なかったって、いや出してたよ、うん、出してたけど、まあまあこれでも多分1票差ぐらいなんやろなって気がしますけどもね、うん、頑張って、はい、はい、解説してください。はい、じゃあね、カムイさんに帰ってきてもらう日が来ることを祈りましょう、うん、もうあとはあの編成次第ですから、はい、なるほど、うん、スケジュールとあと高橋さんの、そうですね、まあまあ忙しいですからね、カムイさんもね。そうなんですよね、まあまああと高橋さんからゴーが出るかどうか、なるほど、あのめっちゃ怒ってましたからね、うん、高橋ストップがかかる、うん、めっちゃ怒ってましたからね、可能性もありますからね、はい、というわけで、まあ、カムイさんは出禁解除と、そしてまあね、ちょっと今回メインの結果は残念ながら、そうですね、ERイナイトになってしまいましたが、はい、これまあちょっと 8.11 に向けてなんかこう吹本さん的に 8.11 はね、まあ、カード的にまあそんなにこのなんか燃えるカードでもないですもんね、うん、燃えるカードでもないっていうのも変ですけど、でもね、どこかでねこのやり返したいですよね、もちろん、まあ、ERE に対してね、はい、まあそうですよ、ちょっと深で覆わされてるところもありますからね、はい、あちなみにこの425教祖の撮影どうですかというね、教祖の撮影、ああ私のドキュメンタリー、はい、ドキュメンタリー映画、全然ね監督杉浦監督はね、うん、私に密着してくれないんでね、飽きましたねこれは。だったらですかね、もうなんかソーシャルなディスタンスを取ってるのか、あの全然ここ1ヶ月以上は多分連絡取り合ってないですねいやめっちゃ疎遠になってるじゃないですかそうです、なんかあの動画送ってくださいとか来るんですけど、人任せやなあいつ、はい、だってなんか断るごとになんか吹本さんにひっついて、そうです、あのなんか撮ってたじゃないですか、それはね、あの上野とか試合がある時だけ、はい、はい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 、でなんか全然家には来てくれないですね。あれこれはあの控室全裸監督飽き始めた可能性があります。控室全裸監督、全裸監督多いですからね、フリーダムズ。確かに結構全裸、いや僕の中ではあいつはあのほらあの蛍光灯キャノンボールした後あの大体ケツのところ切れるから、はい、いつもあの止血であの風呂上がりのあいつの生ケツの前にで処置をするっていうのがあったんで、もう僕の中では控室全裸監督なんですけどもね、はい、はい、あいつな。ということで今日その撮影は現在、はい、なんか順調です順、まあ、監督の仕事っぷり的にはまあいつも通りなんだろうなと、はい、いう感じでございますの です、ね、はい、いつできるか分かりませんけれども、はい、それこそあの、ね、共演の公開が全部で終わってから公開になる可能性もありますからね。あそうですね、はい、そっちの方がいいかもしれないですね。でもね、そうなんですか、いや分からないですあ、ね、はい、あとそのね元祖の方の、まあ、共演もまだまだこれ全国でいろんなところで公開中ということで、うん、はい、ね、広島の方でも公開されて、はい、今年あの久しぶりに10月に広島にも行きますからね。あそうですね、もう発表されてましたからね、確か、はい、ですので、まあ、こちらもねお楽しみにと、うん、あのあれ確かあれですよね、昼夜なんですよね広島。そうですね、はい、あのフリーダムズの大会とデスマッチカーニバルと、はい、二部制という形になってますので広島方面、またねこれから今年、まあ、コロナがね落ち着くかどうか分かんないですけども、まあ、この間静岡行ったり、うん、久しぶりに今度大阪行ったりと、はい、まあ、どんどんと、地方にもまた戻っていきますので、皆さんぜひ本当にあの生で見れるダムズが貴重になってきてますから今は。そうですね、はい、はい、チケット完売団体でございます、皆さんぜひご期待、あなたの街にいた時には見に来ていただきたいなと思います、はい、さあそれでは最後に、藤本さんから視聴者の皆様に一言いただければと思いますはい、あのまあまああのそうですね、今後のダムズにでもいいですし、はい、あのアンチェインメンバーとして対 ERE でもいいですし、そうですね、ここまでこうちょっと追い込まれたからにはね、はいはい、そうですね、負けも続いてるんで、はい、もうちょっと金ね、はい、そうですね、いや、EREにはね、やり返さないとちょっと気が済まないというか、はい、はい、
そうですね、なかなか勢いがあるからね、あの4人は。いや、そうなんですよね。だからまあアンチェインとすれば、まあ、今度の、うん、例えばその後楽園でのね2大シングル、まあ、まあ2大シングルのうちの、まあ、葛西さんが植木とやるっていうところ で、ね、まずあの植木の花っ柱を折らなければ、はい、特にあの前回はね、葛西さんが花を折られてるっていう、ああそうですね、あの後楽園でありましたから、ね、はい、あれで行かれたんで、はい、今度はまあ実際にね狙って折っちゃいけないですけども、うん、まあその出鼻をくじくというか、はい、なんかもう明らかにお調子者感が際立ってますからね。そうですね、まあでもどっかにね隙はあるというか、はい、ね、仲も悪いしなんかこう付ける隙はあると思うんで。そうなんですよね、はい、まあそこのね、まあ、分断、まあ、当たれば当たるほどそういうのが見えてくるかなという気はしますからね。そうですね、はい、はい、皆さんぜひ、必ずまたアンチェインにも吹本さんにも、はい、5000円のほどお願いいたします。お願いします、はい、というわけで、本日のゲストは吹本健二さんにお越しいただきました。今週8月11日またニコプロペイパービューで、お楽しみください。そして私明日お昼2時から、ニコプロでちょっととある発表ごとのある番組がございます。なるほど、こちらも生放送でございますのでぜひご視聴ください、はい、それでは本日は皆様、長く長い時間ありがとうございました。吹本さんもありがとうございました。 ありがとうございました、はい、それでは皆さんまた、11日 ERE ナイトの生中継でお会いいたしましょう。それではさよなら。